コーラム乾燥速報最新635話宝の山乾燥速報。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は最新635話宝の山乾燥速報についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタですので単行本派の方はご注意くださいね。先週ついに魚の縄文が開門してしまい、難民たちが脱出してきました。とはいえ守備兵も残っていますし、換気軍とは李牧軍が戦っています。この戦いはもう少し続くのかとも思いましたが、果たして。それでは635話で魚がどうなったか、展開と私の感想を交えてお伝えしていきますね。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。1. 溢れ出る難民。まず前回の会場からの流れで難民たちは城外へ一斉に溢れ出ています。しかし城門を開けて外に出た難民たちは今度は邪魔になっています。9条の難民が一斉に外に出ようとするので、長軍も新軍も城門に近寄りません。そのため時間を稼げている間に城内の守備兵たちは柵を用意して迎撃の準備を整えようとします。また難民の流れが弱まったら城門を閉めようと考えていたようですが、難民によって滑車が壊されて閉めることも叶いません。そしてまだ余裕があると思っていた長兵たちの目の前にあの悪魔たちが。2. 換気兵の乱入。まだ難民の城外脱出の流れが弱まっておらず、猶予があると思われていた状況。しかしここに李牧と対峙していたはずのゼノウ一家が乱入してきます。逃げ出す難民たちをなぎ倒し、食料や金銀を求めて蹂躙を始めました。魚内の財宝を求めて殺到し、士気が爆発した換気軍の前には守備兵ごとき相手になりません。あっという間に魚は占領されていきます。ゼノウ一家、基本目つきおかしいですし、半夜みたいな鬼の綱をつけた人もいました。本当に敵にしたら目にしただけで士気が下がりそうな容貌ですよね。前回の動画で予想していましたが、城主である長期伯は国の要衝を失い、責任を感じ狩猟の屋根から身を投げその幕を閉じてしまいました。李牧軍も士気を承知し、難民と共に魚を離れていきます。つまりここの段階でついに長の第二都市魚を陥落させたのですね。3. 魚陥落。しかし魚の陥落を目にして湧き上がる飛信隊の面々。しかし王本と門兵の表情は暗いです。その理由は兵糧です。どうやら魚の中に食料が残っていないということをここで初めて聞いた模様。つまり魚を陥落させるも食料がなく、選挙後に籠城しての勝利は不可能。というか王翦と歓喜以外は魚に食料がないということを知らなかったのですね。そういえば潜入と兵糧焼き打ちについては情報共有した場面もなかったですね。歓喜のもとに到着した王翦も城の中にはほとんど食料がなかったと歓喜の口から報告を受けています。これからどうするのかと思ったところで、最後に食料問題を驚くべき方法で解決と煽って終了しました。これはとても気になる終わり方ですね。 4. コーランの感想。いやカタルシスのある展開でしたね。長きにわたった行戦もようやく陥落という終わりを見せました。しかしずっと言っていたように、まだ最大の問題である食料問題が残っています。私としては将兵君への頼み事か楊端和の線が強いと思っているのですが、この辺りはまた次の考察動画で深く掘り下げていきましょう。この兵糧問題を当然理解している李牧は魚の守備を諦めて遠巻きに撤退し、再度魚に入城した王翦軍を兵糧詰めするつもりのようです。しかし王翦が兵糧確保の策を用意しているというのであれば、李牧の目論みは外れることになりますね。今回のハイライトはやはりマロンさんのドヤ顔でしょうか。ヒゲを撫でながらの勝利宣言は私的に一押しです。側近の花まずくさんも同家チックですし、魚包囲の時の呼びかけ号令係もやはり同家っぽかったです。マロン一家は同家的な衣装という決まりがあるのかもしれませんね。さて魚の陥落が終わり、次に
食料の確保さえ達成できれば、いよいよ帰国に近づきますね。論功行賞ももう遠くないはず。この戦の総決算を楽しみにしましょう。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。